こんばんは。47歳です。よろしくお願いします。なんでもない時愛してるって言って、なんでもない時だから特別なんだよ。誰でも歌えるよな、ラブソングを聞かせて。
Yeah.
あ、今日みんなと出会えてね、今日なんだろう、音の場さんのイベントに参加できて嬉しかったです。またなんかね、機会あったら、どこかで会えたら、なかなかね、この、なんだろう、日本って結構、同じような年代の人たちっていうか、寄せ集めて、ね、寄せ集めてっていうかね、一緒にやらせるんで、なかなかこういう機会もね、ないと思うんで、今日はすごく貴重な一日でした。どうもありがとう。ミニドリ一口飲んで、もう一曲歌わせてください。せっかく大好きなキャットに来たんで。ちなみに今年私年内ラストライブになります。いや今年もね、だいぶこうなんか老体に夢中って頑張ったかなみたいな。ライブ2、3本やったんじゃないかな。ね、理想は、まあ、年に1本ぐらいね、こう、やれたらいいかなみたいな、なんか、特別だしね、ライブってね、それぐらい、やっぱパワーとエネルギー使うんじゃないかな、もうなんか、来る前とか、ものすごい、こう、気持ちがなんかナイーブになって、もう外出たくなくて、しょうがなくて、なんか、原因不明の膝痛が起こって、まあ、もう今日かな。拒絶反応が起きてるのかなと思ったけど、まあだんだんね、ここに近づいて来るうちに治ってきて、うん、まあ、おかげさまでこうやって歌い切ることができそうです。どうもありがとう。最後の曲、私こう見えて性別男の子なんですよ。男子で、今日最後の曲はね、音の子と書いてこう男と、うん、かけて、うん、男の歌を歌ってみようかなと思って。ゆっくり静かに過ごしたら大切なもの